4時半になりました。アニスパップは桜木でございます。アニスパップは浅野真澄でございます。そうなんです。本日のアニスパですね、野球中継の延長の影響で80分バージョンっていうタイトなんだかそうでないんだかみたいな、タイムでお送りするのでですね、ちょっと怖いんで早めにメニュー紹介とかちょっとバランス取れるかどうか分かんないで、そうですね、メニュー紹介まず行ってみましょうかね。はい、ゲストにですね、今回はですね、宮野真守君が登場します。なんと宮野君、宮野君といえばですね、早すぎるこれ、8月4日にセカンドアルバムワンダー、こちらリリースしますがですね、今夜は宮野君を迎えて、こんなテーマでメッセージを募集します。この夏変わった、何を言ってんだか大人が明日から8月でございますが、夏といえばですね、1年の中でまあ比較的ね、そういう気持ちも大胆になる季節でございまして、ね、一般的にはね、まあ、30過ぎるとあんま変わんないですけど、僕らにとってはね、なのでですね、今夜はリスナーの皆さんからこの夏これをしたい、こういう風に変わりたいという宣言を募集したいと思います。例えばこの夏こそ、ナンパできる男に変わんだ。はい、今ルール説明です。今の簡単にルール説明でしたよ。変わんだね。これが大事でございます。なるほどね。たくちゃんなんかやりたいことあるの？俺はこの夏一人暮らしをできる男に変わんだ。今までは一人暮らしだけど一人住んでんだよ、だからうちによ、ちっちゃいおっさんと一緒に、おっさんが住んでんだ、あれやろう。早く追い出そう、早く追い出そうと思ってたけども、契約更新まであいつ追い出されたからね。浅野さんは？私はね、あいつを休んで花火大会に行きたい。いや、変わんだ、だってんだろ。おい、ルールだな、やろう。なんでたった一つのルールが守れない。お前はアニストを休んで花火大会に行きたいんだタインターだろ、セカンドアルバムタインじゃねえだろ。変わんだだから、変わんだだ。休みたいと言える声優に変わんだ。ではここで1曲、8月25日発売、アルバムアニムーブ02より今週も1曲お届けしましょう。ムーブフューチャリングフェイランでリアルラブ、魂に火をつけて。聴いてもらっている曲はことこさんでテキラの空へいざなえどです。はい、明日ですね、クラブチタ川崎にてことこライブハウスツアー2010夏だ祭りだ全国アンギャ祭り開催。はい、はい、ということでね、夏はライブやイベントが1年で一番多い、そうですね、季節ですよ。稼ぎの日でございますわ。はい、掛け棒はどうよ。あ、いくつかあるけど、あのさ、なんか MC ってね、別に言うなとは言われてへんけども、発表していいのかどうかって確認が取れてないイベントとかいっぱいある。あ、そっか、あとね、ちょっと冷遇されるよね。そう、さっきのポスター事件といいあれ、その話しなくていいの？しなくていいです。そのポスター事件の話は全然しなくてもいいですけれども。分かった、じゃあしませんけど。そうです、アニラジ同窓会とかもございますし、あとは和島へ中村恵里子ちゃんとやってるイベントとかもありますし、なんかいくつか、まあまあ夏は8月はね、だって日曜全部埋まってるもんね。おー、そうです、そうです、そうです、アニ様の真裏にポアロライブが出てます。たまたまの仕方ねえ、一つなんだ。まあ私もでもね、いろいろイベントあるんですけど、とりあえず、はい、明日がイベントです。あ、なんすか、なんすか。なんかね、カードゲームのイベントなんだよ、もう。なんかね、武士ロードから出てるカオス TCG のイベント。フラッとしてやがる。俺も明日、イベントあります。なんですか、なんですか。ルッキーのことだから分かんねえんだって。あ、なんかすごいのいっぱい。え、わしたちさん MC で出るんだったら見に行ったのにみたいなやつとかたまにあるんですけども。言っていいのかどうかが未だによく分かんないやつがいっぱいあるんだよね。まあまあ、でもいろいろチェックしてほしいですよね。はいはいはい、はい、まあ、あとほら、前から言ってるけど、学園祭、学園祭、そろそろ名前が上がる時期だと思うんですけども、そうでございます。私、浅野真澄単体でもいいですし、たけ、うん、ちゃんと一緒でもいいです。そう、で、俺単体でもですね、本当に構いませんし、はい。そのことは別に知りませんけどまあ学園祭だけじゃなくて、もうこの時期もプル開き、夏開き、海開きだったけども、全然僕ら喋りますよね。海の家とか行って僕らも全然喋りますよ。あ、諏訪さんと私でもいいよ。俺も諏訪さんと俺でもいい。いやいやいや、バカ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 、俺と諏訪さんです。なんか相性良くないと思う。お前何言ってんの。私と諏訪さんはめちゃくちゃ相性良かったよね。いやいや、俺ともちゃんこちゃんと、まあ、ちゃんこちゃんかデブってだけだよでもこれに人が集まんの、わかりやすく。あんたみたいな。そうだね、まあ
や、どんな場所でも僕行きますんで。はい、ね、まあ、私もです。そうそう、でもまあ浅野さんもね、あの使い勝手の痛みとかもしれませんけど、僕の方がもう MC に関してはいや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 、私だってゲストに気遣わなくていいんだったらもっと面白いこと全然言えるええ、どういうこと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 ゲストに気を使ってるから面白いこといつも決めないんですか。そんなことそんなことそんなことゲストを立てようとしてるわけでもないあ、でも私この夏やりたいことといえば、はい、よ、一度でいいから、うん、ゲストと本音で喋れるように変わんな。今まで本音で喋ってこと一回もないってじゃこの6年間一回もないってことですか。あるじゃん。僕の話はどうでもいいとして僕の話は置いてほしい。あるある、本音で喋ったことありますじゃあ試しに今日ちょっとやってみようか。今日無理ですか。え、今日無理物件でしたっけ。今日本音で喋るの無理物件でしたっけ。これじゃあマモだよ、マモ宮野くんだよ。もうアホ対決みたいなのやんないしいつもアホ対決で時間下がりくらくんがもうなんとかなるからあの今日ちょっと本音で喋ってみましょうかね。分かった。しゃべれないかもということで、この後10時台のアリスパは宮野守くんが登場でございます。お楽しみに。青に染まるまで文化放送 A&G スーパーレディオショーアニスパワー、石崎たけしでございます。楽しみでございます。はい。はい。番組では今ね、はいはい、あの、メールを募集してます。本音で喋るイコール抜いて喋るみたいな感じに。なってらっしゃいませんかね。はい、この夏変わんだ。ね。はい、題してですね、今年の夏こそ変わりたい、この夏やってみたいという宣言を送ってもらっておりますよ。うん。みんなでそれをもみもみします。もみもみします。あれ？もみすぎる。じゃあさて、はい、この後、10時台のアニスパ企画室ですが、うん、ゲストに宮野守君が登場します。お楽しみに。そう、で、リスナーからこの夏、あれこれ一回言ったら、メールアドレス言ってもらえませんかね、浅野さん。もういいです。メールアドレスお願いします。メールはごめん。やっぱり私ね、もうちょっとちゃんとやるわ。当たり前じゃん、もって。当たり前じゃん。素じゃなくてね。メールはすべて小文字で、アニスパットマーク JOQR.netANISPA@JOQR.net。ファックス番号は東京0354031151です。はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。アニスパ企画室。特集コーナー、アニスパ企画室、今夜はこの方が登場でーす。アニスパブームの守でーす。いやもう守る。来たよついに。もう知り合ってからずっと売れとる一回も落ちたことない春だった。マジで会ってたからね。こっちゃこっちゃどうも売れてます、宮野真です。よろしくお願いします。反論する場所そんなことないです。そんなことないですけどね。1年ぶりでございます。前回がですね、あのサードシングルの JS の時に来させていただいて、それぶりでございます。本当にだから1年ぶりです。どうでしたっけ。ちょいちょいそこまで合わへんけど、うん、しょうもない飲み会で一緒になったりとかしょうもないやつね、しょうもないやつねとか、なんかイベントのなんか大きいイベントの裏でたまたますれ違ったりとか、そういうのでは合うんです。浅野さんは私どうなんだろうね。なんかちょいちょい見かけてるような気もするんだけど、うん、なかなかお仕事一緒にならないんですよ最近ね。そうだっけ、うん、なんでだろうね、うん、控えてらっしゃるから。お仕事自体をですか。そうなんですよ。バカ控えてねえよ。でもなんかね、 NG を入れられる声優になりたいみたいな。あーそれはある言ってましたけどもね。まだ入れられないですけども。アニパは休ませろ休ませろ事務所には直言えないみたいな感じで。そうなんですよね。まだな。ということでね、まあ、早速8月4日に発売になるセカンドアルバム、ワンダーのお話を聞いていきたいと思います。はい、お願いします。はい。なんかあのね、はい、ジャケットを見ると、うん、もうものすごい夏じゃないですか。もうかなり夏真っ盛りのアルバムですね。夏真っしぐらですね、はい。だってそもそもさ、海じゃん、これ。海です、これ。ね、これ海なんで、結構ちょっと荒れてるんですけどね、海がね。ちょっと波が高いんですけども、ね。ちなみにこれ撮影時期は。これ4月の下旬ですね。あれもうするわな。あの、ちょい寒です。そういう寒な時期に、はい、夏らしさは、はい、出してみました。役者やからね。役者やからね。表情ちゃうね。やっぱね。役者はね。夏の顔してんだね、これ、ね。そうやね。まぶしそうやね。お前なんで売れてんねん。腹立つわ。俺もそう思う。ということで、まあね、あの、そういう夏っぽいイメージあるんですけども、うん、今回はあれですか、どんなコンセプトでアルバムを作ったんですか。ま、
そのジャケットとかはやっぱり夏に出させていただけるってことを意識しまして、うん、海とかで撮って、で、タイトルがワンダーというタイトルなんですけども、うん、これはですね、まあ曲を選んでる途中で決めたというか、うん、あの個性の強い曲がですね、うん、いっぱい集まってきたので、うん、今回このワンダーというタイトルをつけるとまとまるんじゃないかなと思って、うんうんうん、特にその逆さま地球という曲があるんですけども、うん、これが結構そのワンダーランドとか、うん、そういうものをイメージして、はい、作っていますので、うんうん、そういうイメージでワンダーにしたいなと思いました。なるほど。別に、はい、このまあジャケットは夏っぽい感じだし、まあ、はい、発売時期も夏ではあるものの、はい、夏っていうコンセプトアルバムでは特にはないと。そうですね。でも夏に聴きたいようなアルバムにもなってほしいので、うん、シータイドとか、はい、スプラッシュブルーのリミックスとか、はい、そういう夏を意識した曲も、夏を感じる曲も、はい、入っている。これがあることで結構夏の一枚になったので、はい、そういうのも意識しました。なあ、はい、コメントしっかりしてるね。コメント本当しっかり。今コメントに入りましたよっていう発車オーライって感じでしたもんね。大人になったね。大人になりました。ましたよね、はい、そう、うん、でもねでもねって言えないからですけど、僕聞かせていただきまして、はい、すごいアルバムだと思う。あ、本当ですか、ありがとうございます。なんか攻めに行ってるアルバムだし、うんうんうん、本当に それこそさっきも言いましたけども、いろんな種類の曲が入ってるのって、そうなんですよ。なんかさ、その例えばバンドじゃなくて、うん、個人で歌い手でね、いろんな曲に挑戦しました、うん、あんなのもある、あんなのも、うんうんうん、あんなのもあんなのもあるって、意外とさ散漫になってしまうことが多いじゃない。なるほどね。まあ僕のこの間のアルバムがそうなんですけども。サマーアルバムね。サマーアルバム。お前、思ってたよ、こんなの。でも、なんていうの、散漫さは感じない。あ、本当ですか、あれバチッとどれもなんか全部宮野守攻めに行ってるというかさ、まあまあ、今回で書き下ろしの曲じゃない曲も入ってるにしても。そうですね。うん、なんかでもそこは、なんだろう、宮野守が僕がやりたい曲って結構あって、うん、やりたいことを、こんなことやりたいっていうのがあるんですけども、うん、それを加味しつつ、やっぱディレクターさんがしっかり宮野らしさを、出してくださるので、はいはい、そこはやっぱり、その宮野守が歌ってるっていうのを。やっぱりそこ一番ね、うん、必要なので、うん、そこはやっぱ自分では分かんないとこだったりもするので、そこの舵取りとかは、してもらったりして。信用できるスタッフさんとか、こう、はい、なんか先導さんというかね、はい、そういう人に任しながら、はい、いろんなことに挑戦して。そう。例えばボディロックとか、自分が新しくチャレンジしたような曲調だったりとか。ボディロック、僕、超、このアルバムの中で僕は、まあ今のところですけど、ボディロックが一番かっこいい、はい。ありがとうございます。R&B で、ゴリゴリな感じで。超かっこいいんです。ありがとうございます。はい、こういうのもやるんだなと思って。こういうのもやってみました。はい。好きなんで、はい。はい、あと、なんだっけな。スティール。あ、スティール。個人的にはスティール。はい、ラップにも挑戦してらっしゃいました。もう盗んじゃうぞっつってね。お前のもの盗んじゃうぞっつって。そういうコンセプトだぞ。あ、そうそう、そういうのはね、しまいたい別に。後輩ですよね。どうかな、芸歴で言うとそうが難しいんだ。そうなんだよね。そうか。後輩です。後輩です。後輩ですよ。ひよっこです。はい、じゃあ、しまいたっていいんですよ。お願いします。悪くない。はい。シーンとなるこの番組で初めてですよ、僕。まあ、6年の歴史の中で、まあ、初めてではあるんですけども。これは仕方がない。すいません、なんか僕来てしまった。はい。はい、ね。ということでね。はい、はい、ね、私はね、もうこのアルバムもものすごい聞き応えがあったんだけど、DVD が一緒に入ってるじゃない？そうなんです。あ、そう、初回限定版にですね、はい、DVD、PV が入っております。初回限定版なのか。はい、はい、はい。そうなんです。はい。そうなんです。そのね、ミュージッククリップを見て、はい、びっくりしたんだよね。宮野くんがさ、うん、プロのダンサーみたいに、ものすごい踊ってるじゃない？超踊ってんじゃん。超踊ってんじゃん。超踊ってんじゃん、それで。一つ大会はバカだ。いや、上手なんだよね、ダンスが。そう。なんかね、昔ね、ユニットやってた時に、うん、ドルフィンとか教えてもらったんだけど、うん、まあ当たり前だけど、そうそう、それそれそれ、そのさ、イルカみたいにさ、くるんってなるやつ、うんはい、何回やってもできなかったの。あ、こう棒をくぐるようにやってくださいっていうふうに教わるやつ。だから、あ、この人ドルフィンできるんだと思って。この、あんだけ踊ってて感想が、この人ドルフィンできる。技名一つ。技名一ついただきました。いや、めちゃくちゃ難しいじゃん、でも。そうですね。そうだよね。そうです。で、で、ドルフィンができることが、ダンスのいろんな決めポーズに生きてた。すげえ。俺、ブレンバスター見て、この人ブリッジできるんだって。俺、ドルフィンできてよかった。よかった。こんなに褒めないですよ。ドルフィンできたことによってね。いやー、ほんと、超踊ってて。超踊ってました。超すげえなって思った。びっくりしました。でもダンスはやってたのどっかで。ダンス、劇団のレッスン程度ですが、やってました。うん、はい。中学高校。でも普通にレッスン程度であそこまで踊れるようにならないでしょ。いや、でも、そうですね、頑張ってます。結構。まぁ、あ、ちょっと生まれついてのダンサーみたいなとこあるもんね。僕、生まれついてのダンサーなんす。全部乗っかるの俺ってそうなんですよ。全然どうも。おはようございます。道できてない。全然道できてないのに、こいつこっち来やがった。どうしよう。
そうなんです。いや、でも本当に、マジでそう、ダンサーさんと混じってやってるのが、うん、なんまあ当たり前ですけど、ダンサーさんは、それが職業ですけれども、はい、全然負けないぐらいの。そうなんだ。それは嬉しい。大体ああいうのってさ、ダンサーさんはすごい踊ってるけどさ、ボーカルはさ、踊れないから踊らないってことが多いじゃん。そうそうそう。でも、なんかそっとマイクにそっと手かざしてますみたいなやつ、多い中、なんとなく踊ってる風に手だけやるけどみたいなのあるじゃん。でも、全身でドルフィンしてんの。それはイルカだよ、バカ。やっぱドルフィンなんだ。そいつは、全身でドルフィンしたやつはイルカ。なるほどね。いや、それでね、全身で、ドルフィンをしてるやつの後にさ、はい、ものすごくさ、そのなんていうのか、今度はさ、モノクロの映像ですごくセクシーで大人っぽい宮野くんのミュージッククリップもあって、もうどうすんだと。あ、そうですね。うん、はい、今回ミュージッククリップ3つ出させていただいていて、はい。いろんなね、タイプの曲を。はいはいはい、はい、はい。ハートを奪われることを受け合いですよ。ありがとうございます。はい。はい。スティールですね。つながった。そうそうそう、はい。でもさ、ダンスさ、一個一個さ、一個一個のコマというか、うんうんうん、一個一個のポーズ、ちょっと俺一個さ、シェーみたいなのなかった。シェーじゃないや、なんか、クエーみたいなのなかった。クエーみたいなポーズ一個あんなと思ったんやけど。JS の多分、JS のミュージッククリップに、そう。こういうのがある。そうそうそう。伝わらない、伝わらない。クエみたいなのがあって、あれはクエです。イルカもいるしクエもいる。魚類だらけやね。魚類です。いや、もう本当にね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど。本当に見てもらいたいです。結構気合い入れてね、 PV も作ってるので、はい、あとブックレットも。ブックレットもね、もう爽やか宮野くん。そうなんです。男前宮野くんじゃないこれ。本当にありがとうございます。このね、そういうのもっと言ってください。一枚目からこう上げてね、うん、こう一枚目のこの宮野くんが超かっこいい。ねえ。ねえ。浜辺にベッドを置いたらね、ピカイチですからね、僕はね。浜辺にベッド声優ですから。1、2を争うという。そうなんですよ。そう。で、次もかっこいい。旅人、うん、旅人だよ。浜辺で旅人気取らしたら、うん、右にデーモンがいない。右にデーモンがいないという。で、なんですけども、これなんでしょうね。ちょっとめくっていくとなんか面白いのになりますよね。うん、ちょっとめくっていくと面白いのになりますよね。もっとボディーロックの横ですか？ボディーロックの横の写真。僕の大好きなボディーロックの歌詞を見ると、横に面白い宮野君がいる。面白いおっさんいるでしょ？そう、これ何、どうしたの？それ一応ワンダーな、あの世界観にして、うん、もう一人の自分のような人に出会ってしまうというエピソードで、ストーリーであの写真を綴って、作って。そういうことだったんだ、はい、そうか。だから浜辺に、うん、あのドアが、ブスッと刺さっていたりして、うん、そこを上げると、そういう世界に行ってしまったみたいな。そういうコンセプトだったんですね。そういうコンセプト。言われたらすごいよくわかるね。ね、うん、あ、じゃあよかった、言っといて。言ってくれてありがとう。やっぱ変な宮野くんだったもんね。そうだね。それまでずっと。言葉にしないと伝わらないものってね、ある。言葉って大事。で、このアルバムね、はい、1曲目が、あの、宮野くんが作詞を担当した。そう。はい。ワンダーラブ。まあ、これね、あの、うん、ミュージッククリップにもなってますけど。そうです。はい。これはどんな思いで作ったんですか？これはですね、うん、あの、そうですね、今回、前回そのリフレインという曲で初めての、うん、あの、作詞をやらせていただいたんですけども、うん、その曲の時も、あの、自分がその作詞をするという企画では全然なかったんですけども、うん、作曲をしてくれたジン中村さんの曲が僕は大好きすぎて、うん、憧れの存在だったんですよ、うん、ジンさんのバラードというものが。うん、で、その、ジンさんに曲を書いていただけるということだったので、うん、ちょっと嬉しくなっちゃって、自分で勝手に、詞を書いちゃってたんですね。押しかけ作詞？そう。そういうことってあるんだ。バカみたいでしょ？でも俺もすごく勇気いったんですよ。うん、実は、うん、歌詞書いてるんですっていうのをディレクターに言うの本当ドキドキして。そうだろうね。うん、って言われたらどうしようかと。じゃあ見して、みたいな。おー。で、見したら、まあね、その時は全然しょうもない感じだったんですけど、うん、でも、その気持ちだけ買ってくれて、じゃあやってみようかっていうことになって、リフレインの時にやったんですけど、やっぱり作詞ってすごく大変で、すごい尊いものだなって思ったんですよ。大変なものだなって思って、でもすごい素晴らしい、やっぱ生み出すとね、すごい自分の言葉で書くとすごい素晴らしいなと思ったんで、今後はもっと勉強をして、いろんな方の詩を勉強したりとかしてから、10年後ぐらいに、あれやろうかなって思ってたんですよ。で、だから今回も全然自分が作詞をするなんて全然思ってなかったんですけど、でも、ジンさんがまた曲を書いてくれるってことになって、うん、1曲目にふさわしい曲をってお願いしたら、うん、快諾してくださって、うん、で、ジンさんがデモ曲を上げてきてくださったんですね。その時にジンさんが、今回は宮野くんに詩を書いてほしいんだ。おい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 。おいおい、その人
分かってるね。俺びっくりしてしまって最初に作った話じゃなくて恐縮してしまったんですけども、うん、あの前回一緒にやってやっぱり一緒に作るってことはすごくね素晴らしいことだし、うん、僕も嬉しかったから、うん、今回もぜひ一緒にやりたいんだって言ってくれて、うん、分かりましたとちょっと前向きに検討しますみたいな形で、あの作詞を始めました。はい。それがアルバムのだって、そうなんです。顔というか、そうなんです。一曲目ですもんね。また思い入れの強い曲が一曲できまして。うわー、それなんかいい話だね。そうだね。内容的にはでもその自分の活動理念みたいなものを入れて、うん、ファンのメッセージみたいな形で綴らせていただきました。うんうんうん、はい。ぜひぜひ聴いていただければと思います。はい。そしてですね、ライブツアーの開催も決定しています。はい、そうなんです。はい、マモルミアのライブツアー2010、ワンダリング。はい。です。はい。4公演ありまして、はい、9月4日土曜日が、愛知、ゼップ名古屋。はい。9月11日土曜日が東京 JCB ホール。はい。9月12日日曜日も東京 JCB ホール。はい。9月の20日月曜日祝日なんですけども、こちらが大阪、ゼップ大阪。はい。なんですけども、これね、もう好評すぎて、はい、来てねって言わなくても。なんだと？いや、嬉しいです。お前ずっと売れてんな。なんかお前ずっと売れてんな。なんだろう。俺ずっと売れてるんですよ。言わせないでください。その振りやめてもらえません。どんどん痛くなってくる。でも本当にありがたいことで、はい、はい、完売ということでございまして。いやでもその東京の方がね、じゃあ余ってたりもするので、うん、余ってる。若干、はい、いっぱい余ってたりするので。いや、はい、ぜひ来てもらいたい。はい。ということでね、ライブに向けてなんか意気込みとかありますか？いつも結構ダンスが激しかったりとか、うん、息切れがマイクに入ってしまうぐらい、うん、みんなに心配されるライブなんですよ。だから今回も心配されたいと思って、はい、結構激しいものを考えてます、また。おー。で、やっぱりそのワンダリングなんで、はい、みんなにびっくりしてほしいとか、はいはいはい、普通にこう楽しんで、もう本当にドキドキしてほしいみたいなものを用意しております。出し惜しみせずに、はい、体力的にも企画的にも。はい。なるほど。お楽しみでございます。何かっていうのは、まあ、足を運んで、確認してくださいというとこですね。はい。はい。じゃあ、ここで一曲お届けしましょうかね。宮野真守くんで、ワンダーラブでした。はい。声が伸びてる。ありがとうございます。宮野くん。そして爽やか。そう、爽やか。ありがとうございます。はい。一曲目にふさわしい曲。はい。さあ、今夜はですね、そんな爽やかな、宮野守くんをゲストにお迎えしておりますが、ここからですね、リスナーから届いたメッセージの方を紹介していきたいと思います。本日のテーマは、この夏、変わったワンダーラブ。ワンダマダマダマ。あー、しまった。俺初めてこういうので笑った。こんなことよ。俺初めてこういうので笑った。腹立つ、ね、ちょっと苦言を呈そうかと思ってたのにね。そうワンダマダマダマって来た。ねえ、思わず笑ってしまった。ちょっと今日一度面白いね。前で終わってしまいましたけども。リスナーの皆さんがこの夏変わりたいと思ってることを送ってもらっておりますので、宮野くん、ちなみにこの夏変わんだーおって思ってることなんかあります？カワンダーです。ワンダワダワダワ。そうですね。ちょっと、27歳宮野守、セクシーな男に。おぉ、カワンダーワンダワ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 。セクシーじゃないとは言い切れない。いや、なったら何やろ。うん、男のセクシーってどんなのが、女性の方はなんか、まあ、わかりやすいじゃわかりやすいじゃないですか。はいはい、ちょっと浅野さんに聞きたくて、ちょっとセクシーな男を目指したいんですが。私の思うセクシーをここで言ってもいいですか？もうなんか何でもします。ね、乳首の1個や2個渡そうかなって思ってるんで。増やそうかなって。乳首は正直全員持ってるじゃん。でも2個まで渡せますよ。2個までじゃなくて、ね、知性があるとセクシーに見えると思う。体じゃない。体じゃ、あれ、そっちの方が良かった。なんでアニメじゃないの言い方。体じゃない。いや、安易に考えちゃうじゃないですか。筋肉隆々がいいとか。だから、鍛えようかなとか。あそういうことじゃない。朝はか。朝はか。お前も子供だ。カッペパンツボマジでか。男の筋肉に女はあんまり興味ないよ。えあ、そうなんだね。そうなんですか。知性だよ、知性。知性か、そんですか。そうだよ。知性か。こっちの方向にはちょっと頑張ってこへんかったからな。ねえ、本当に。本当ですよ。はい。子役ですよ。天才子役。宮野守る天才子役。おいくつでしたっけ？何ですか？今ですか？はい。今27です。天才子役。嘘嘘つけ。いい大人や。セクシーになろうとしても。
はい、さてじゃあ、はい、メールを紹介しますよ。愛知県のですね、サブタイニーさんからいただきました。僕はこの夏、しれっとノーパンで過ごせる男に変わんだー。ノーパンか。あ、でもできるやんけ、別に。そうだけど、でもさ、ノーパンの人っているよね。います。なんか、ジーパンの下はノーパンみたいな人いるよね。います。うん。宮野くんは？僕はもう、パンツです。ですよね。ですよね、ですよね。アルパン、アルパン。何言うのアルパン。俺、アルパン。お前、アルパンの。イエスパンです、イエスパン。俺もイエスパン。私だ、時々のパンだった。なんで家から水着着ちゃったプールの仕事に。違うの違うのね、濡れてないパンツがない時があるのよね。何パンツが乾いてない時があるの。お前、なんで全然計算できねえな、お前。マジで？パンツ全部せ、そんなカミングアウトしちゃうんだ。私、時々ノーパンです、みたいな。あの、それ本当に時々だから。でも、あるんですよね。可能性的にはいけない。ダメやろ、ローパンじゃ。すげえな、週刊誌の企画みたいだな。この中に一人ノーパンがいます。でもスースーしていい感じだよ。え、だから宮野くんはさ、ノーパン経験はゼロ？ノーパン経験は、うん、でもそれこそ、うん、さっきちらっと言った、うん、あの水着プールの授業の時に、家から水着履いてっちゃって、パンツもパンツないみたいな。それはある、それはある。それはあるよ。そっちの方がよっぽど卑猥だよね。卑猥じゃない。授業立ちしてんだろ、お前。お前、卑猥性感じんな、バカ野郎。必要に迫られてっていう感じが卑猥だよ。履きたいけど履けないっていうのがさ。お前、ほんと何言ってんの、おい。バーカ、バーカ。いいからメール紹介しろよ。いいですね、アニスパって。いいですね。まったりさ、面白い。僕は周りによく君は思ってることがすぐ顔に出るなとにやけながら言われるので、いつも悔しい思いをします。だから思ったことが顔に出ないような人に変わんだー。ワンダーダブダブ。宮野くん、どう、思ったこと顔に出る？出ますね。おお、嘘がつけない人間だ。そうですね。役者としてどうだろう。でも、某パクロミさんには、はいはいはい、本当にまあ心がないよなってよく言われます。どういう時、どういうタイミングで言われるの？パクさんを無理やり褒めた時です。いや、もう本当好きです、みたいな。いや、いつもお綺麗です、みたいなことをね、言わざるを得ない空気があるんですよね。そういう時です。あ、超わかります。超わかります。全力でうなずいてくれますか。仕方がないです、そんなもん。仕方がないです。心入れてる場合じゃねえもん、まあ、あんなの。あんなもんね。そうだよ、あんなの。反射神経で対処しないと殴られちゃうんだから。そうですよ。心入れてる隙がないもん、あんなの。そうです。嘘か、嘘かグーかですからね。仕方がないよな。仕方がないです。おーおーおー。なるほどね。そして次のメール来ましたよ。いいですね。アニスパネームゆるいさん。大阪府の方ですね。僕はこの夏、金持ちに変わんだ。そうなんです。アルバイトを始めました。夏頃にはガッポガッポ稼いでいることでしょう。その時は浅野さんの絵本買いますね。だってアルバイトね。夏のバイト、アルバイトってさ、したことある？だって子供の頃から働いてるでしょ。いや、でもあの、いや、子供の頃そんなに中津飛ばずだったんで、うん、大器晩成だ。天才だったのにね。あの頃から天才だったの。私は知ってたよ。バイトしてました。どんなバイトしてたの？まあ2種類ぐらいしかやってないんですけど、うん、あの一番長かったのは本屋さんのバイトで。え、本屋でバイトしたの？本屋さん、本屋さんでバイトしました。な、うん。結構出るようになってからもやってました。マジで？そうなんだ。自分の本が置いてあったりしました。だから、自分ちょっと載ってるみたいな本が置いてあったりしました。セーブラ並べたりしてたの？そうです、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 そういうことです。何年ぐらい本屋さんで働いてたの？3、4年ぐらいです。エウレカの時は？エウレカの時もギリギリやってたかもしれない。マジで？かもしれないですね。マジで？うん、その時は、しかもなんか、うん、劇団のレッスンに毎日行ってたりしました。じゃあバイトレッスン仕事だ。そうなんだ。もう一種類って何やってたの？あとは、明治神宮で、うん、お正月の時期だけに、うんうんうん、甘酒売ったりとかしました。あー、私もやったことある。あれいいんですよね。あれさ、最終日にさ、お守りの中開けてみなかった？何ある？何あるんだ。しかもが二人しかいなくて、片っぽが全然、あるあるに反応してるじゃん。なあ。他の、びっくりするわ。僕巫女さんじゃないんですよ。
あの、もっと手前で、あの、お酒売ってたりとか、おまんじゅう売ってたりとか、そういう感じです。あ、なるほどね。そうなんだ。あれ、このあるあるみんなもそうだと思う。最終日に、お守り開けるわけなかったって。最終日ってお土産開けるよねみたいな。お土産開けるよねみたいな。当然だよねみたいな。え、でもさ、その時はじゃあさ、その、なんていうの、そういう格好してたの、袴とか。うん、それはエプロン、本当に普通の格好です。エプロンか。なんだ。さあ、僕らいけるかな。ゴチになるまでが遠足さん。僕はこの夏、怖い先輩にタメ口聞くんだマジで。くんだになっちゃいました。くんだまだまだ。くんだまだまだまだ。マジで、宮野真守くんだ。アルバムくんだ。怖い先輩にタメ口とか聞いたか。ああ。パクさん以外で。パクさん以外で怖い先輩。パクさん以外に怖い先輩がいません。そう、哲学だ。しまった。なるほどね。手詰まりだ、これ。本当だ。本当に。そういう意味じゃなくて。あ、そういう意味じゃなくて、先輩にタメ口？うん。いやなんだろうな、その、面白いこととか、うん、いう空気が出た時に、普通にその、ツッコミとしては普通に、なんでだよみたいなこと言っちゃいます。ああ。迷わず。浅野さんは？私？私は最初先輩後輩の意識が全然なかった。なんかさ、これさ、口箱合わないんだけど、どうすればいいのって、普通に聞いてた。誰？誰川澄彩子ちゃん。でも、すごい先輩なんだよ。4年、5年ぐらい先輩なんだよ。あ、そうなんや。うん。普通に、あと事務所の先輩の鈴木千尋くんのことも、ちーちゃんって言ってたからね。ちーちゃんよろしく、私初めてなんだ、レギュラー。すごい、それはすごい。すげー。そうなの。だからね、どんな後輩にどんな態度を取られても全然腹立たないんだよ。あ、マジで？うん。全然、だって私より全然まともだもん。下からなんか言われたりすんの？あのね。マスミーって言われたりすんの？全然言われる、全然言われるし、この業界ってさ、横社会だよねって言われる。それお前え横横社会って何やったの、ね、横社会みんなこう平等みたいなことね。ねえねえマスミンって言われたけど全然払ってたの。あ横かもしれないねあんたの中でって思ってる。怒ってるやん。怒ってるやん。反応してるやん。怒ってない。怒ってない。人殺しの目やないか。きくんと来とるやないかお前。やないか。でもさ宮野くんどう後輩にタメ口聞かれたら。あの俺入りの湯ぐらいですね。超仲良し。仲良いんでしょ。超仲良しですね。どっちも長いから、どっちがなんか先輩が怖いか全然わかんないですよね。本当に。だって超、芸歴で言ったらだって超先輩でしょ、多分。うん、先輩でしょ。いや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 。いやいや、浅野さんより。いや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 。いやいやいや。だからこれ後輩からため口聞かれてる状態ですよ。今、浅野さん、浅野さんマスミから、あ、ちょ、お前。私の足をなめろ。それは人として。え、いいんですか？たまたま今は良かったけど、たまたま今は誰も腹立たない例になったけど。このケースなかなかないですよね。はい、ということで、宮野真守君とお別れの時間になってしまいました。ワンダマダマが一番の思い出。ケツにキスをしろよ。最後にリスナーに向けてメッセージをお願いします。いいんですか？はい。僕頑張ります。なので応援してください。以上ゲストは宮野真守君でした。ありがとうございました。A&G スーパーレディオアニスパエンディングの時間でございます。はい、さて来週のアニスパなんですけども、うん、アニメ狼さんと7人の仲間たちのテーマ曲を歌う8人組ユニット、はい、おとき8から、はい、なんと、はい、5人が登場。何すかその。8分の5です。7人の仲間たちで、おとぎ8、8人組ユニットで、5人が登場。5人が登場です。算数の授業みたいですね。はい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 。はい、ということでね。ミュージックプラス TV に出演している5人さんが、まあ、登場ということでございますね。そうです。はい、お楽しみでございます。はい、さあ、この後はですね、ゲストに石川千秋さんが登場、ANG メディアステーション、コムチャットカウントの引き続き文化をお楽しみください。はい。いやー、疲れた。宮野君にドルフィン教えてもらったよ。そしたらもう爆笑されました。アサロスゲラゲラってね。普通に練習してるだけだろ。頑張ってやったんだよ。さてこちら、上条麦茶さん、岩手県の方ですね。浅野さんは本音で話せたのでしょうか。足ケツなめろが本音だとは思いたくないですが。あーそうだね。
ました。こちらは、ふつおたでございます。ペンネーム、いつかスピーチコンテストさん。宮野さんと浅野さんがダンスの話でドルフィンとおっしゃってましたよね。私も以前ダンスを習っていたので、それやってみましたよ。難しいですよね。難しいよね。ちなみに私は、ドゥーンってやるやつって言ってました。ドゥーン？ドゥーンって。あードゥーンってやるやつって言ってました。なるほどね。いやさっきさ、宮野くんにさ、タケちゃんも教えてもらったじゃん。そう、なんかね、こう、くぐる感じだと。そう、棒が目の前にあって、それをくぐる感じ。くぐる感じだって言われて、で、頭くぐりますよね。はい、頭くぐって、こう、胸まで出しますよね。はい、だとお腹引っ込めてっていうのが全然わかんない。そんな店に入ったことないでしょ。のれんくぐる感じでしょ。よいしょってくるでしょ。お腹引っ込めるタイミングが全然わかんない。もうここから立ち往生だよ。だってさ、お腹引っ込めてって言われた時点で棒どこ行ったんだよ。そうだよ、そうだよ、棒どこ行ったんだって話。頭でくぐった棒はその後どこ行ったんだって。そうだよ、そうだよ。こっちに絶対理があるよ。いや、組み食ってかかりました。でもだからね、あのサーフィンさんもドルフィンを意識してみるとまた、うまいわって思うと思いますよ。ね、僕ら全然こうダンスも全然できない素人ですけども、ある程度ダンスやってる人が見てもやっぱりすごいんじゃないのかな。もうダンサーさんレベルなんかどうか俺は全然分かれへんけども。ああ、上手でした。そう。ね、いろんな人いますけども、あんなに踊れる人俺、業界で見たこと多分。声優でとかね。そう、ないですね。まあでもそう、確かにそうだね、うん、誰かできる人いるって言ったら、ミユかな。ああ、いいね、ミユ君。ミユ君もできんの、あれ。へえ、さすが。すごいね。子供の頃からさ。そうだよ。ちゃんと仕事してるからさ。そうだよ。見てこの私のつけ焼きバカ。未知のすらやったことないんだよ。俺が言うから。何よ。つけ焼きバカみたいなコメントは俺が言うから。浅野さん、自分で言ったら。しみじみとね。そうか、でも、大切なのはつけ焼きまでも10年一応何らかのものを切ってきたわけですよ。ね、大事なのはつけ焼きまでもいいからずっと続けること。そうでございます。そうです。ずっと続けたいな。ずっと続けるには底力がいりますからね。こっから先ね。こっから先ですよ。どうなるかですよ。ここまではだましだましなんとか来ましたけれども。そうですよ。でもここで私青鬼に参入というですね、大きな事件が。俺はどうしよう。どうしようか。超ビッグな人が事務所入んねえかな。そうですよ。外野でしか変わんねえな。もうこれ今から自分からは一個も変われる気がしないもん。6年間これできちゃったもん。もう業界入ってから時間でございますね。はい、ということで、この時間のお相手は私は柳崎武史と浅野真澄でした。また来週。